はい、どうもまつげと申します。今回フレーセンのお相手はおひとりさんという方です。同じくポケモンの実況動画を、上げられている方です。もともとダブル勢の方のようですが、現在はシングルにも結構潜っているみたいですね。とある大会で大会に一緒に参加しててですね、そこからちょっと仲良くさせていただいてます。でダブルでの最高レートはオーラス時代に確か1900を超えてたっていう風におっしゃっていたと思います。まあ私からすると正直1900とか異次元なんでお相手になるのかなっていうところはあるんですけども、で、おひとりさんとのバトルは、ダブルバトルでの、対戦となります。ダブルバトルも同じでマッチ戦、同じパーティーを使用して2回勝利した方の勝ちっていう風になります。はい、では早速お相手のパーティーを見ていきましょう。お相手のパーティーはミミロップ、カプレヒレ、ミミッキュ、ガラガラ、ランドロス、バイバニラとなっています。ミミッキュでトリル展開からのガラガラで全抜き、バイバニラカプレヒレでの両吹雪なんかもできますし、あとはですねミミロップがダブルバトルにおいて非常に強力な猫魂が使えるので、まあ、要注意かなっていうふうに思います。あとねランドロスはスカーフだったらとっても嬉しいなっていうふうに考えてて、まあ、直球やめてくれっていう感じですね。はい、次に私のパーティーなんですけども、カプテテフ、バチル、ヒードラン、フェローチェ、クレセリア、ボーマンダとなっています。まあ、ついにねダブルバトルということでバチルの出番が来ましたっていうふうに思ったんですけど、まあ、よく相手のパーティー見てみたら特殊型が非常に少ないので採用は微妙なところだなっていうふうに考えています。まあ、テテフ、フェローチェでミミロップの猫魂を防ぎつつ戦っていこうかなっていう風に考えていました。で今回のマンダはですねいつも使ってる特殊型ではなく物理型を採用しています。クレセリアはトリルを使っての素早さ操作要因ですねとなっています。はい、パーティー考察等は簡単に終わらせて早速対戦の方見ていきましょう。どうぞ。ではおひとりさんとの一戦目見ていきましょう。おひとりさん対戦よろしくお願いいたします。私の初手はカプテテフ・フェローチェですね。ミミロップがやっぱり猫魂が怖いので、とりあえず初手はこの2匹で行こうっていう風に最初相手のパーティーを見た時から考えてました。ただここでランドロスの威嚇が入ってフェロチェの火力が落ちてしまっているの でおそらく相手の攻撃は耐えられないと思っていたらまさかの大爆発。いやここねびっくりした。これ死んだと思ってやっぱと思って全然無警戒でした。この並びって結構全国ダブルだと出てくるんですよね。ゴーストプラスランドロスだと大爆発に気をつけろっていうのはね、よくある話なんですけど、私全然無警戒で最近当たってなかったっていうのもある言い訳。はいでトリルを貼られてカプレヒレが後ろから出てきます。で私のポケモンもあと2体ですね。お相手さんバクワードって感じでしょう。でこっちがもう完全にカプレヒレに弱い2匹なので、うわ絶望と思ってもう絶望も絶望でしょこれ。どうやって勝とうかなってめちゃくちゃ考えてたんですけど、まだミミッキュの化けのカーも残ってるし、とにかくトリルのターンを消費しないことには始まらないなと思って、とりあえず両マモで考える時間を稼ぎます。でここで Z 技が飛んでくるんですが、この Z 技がフェアリーじゃなくてゴースト Z です。確かヒートラン方向に打ってたと思うんですけど、はい嘘ですね、マンダの方に打ってましたすいません、マンダの方に打ってるんですけど、守る打ってるので全然入らないですね。
相手のレヒレの持ち物が、まあ、とりあえずあの化けの皮を剥がしにラスターカノンで攻撃します。まあ、トリルカーではこれでヒードランが一番早いっていうことが分かったんですけど、でこのムーンフォースですね、おそらくこのダメージもメガネだと思います。トリルからのメガネレヒレですね、やっぱり多分あの考察した時のバイバニラレヒレであのメガネ吹雪とかねぶっ放してくるタイプのレヒレだと思います。でもここで絶望のガラガラというもうどう頑張ってもガラガラ、骨ブーメランがなければ勝てるでも相手レヒレもね残ってるので、こっちからレヒレのちょっと突破方法がなくってですね、技構成が火炎放射ラスターカノン第一の力守るなんで、ちょっと絶望的だなっていう感じですが、でこの濁流が当たっちゃうんですよね。メガネ濁流でこれ2体同時攻撃だったらまだしも1体なんで、まあもうねあっという間にゲージがなくなるっていうHP のゲージなくなって1戦目終わりです。はい、対戦ありがとうございました。2戦目見ていきましょう。はい、ではおひとりさんとの2戦目見ていきましょう。おひとりさん対戦よろしくお願いします。で、次はですね、先ほどのあのランドロスミミッキュのあの大爆発コンボが怖すぎて、とりあえず守るを持ったポケモンを先に出したら見事にお相手が初手を変えてくるっていう、読まれたと思ってテテフ読まれたと思って。でもここですね、あの正直テテフ出しててもミストフィールド貼られるんで、猫魂は絶対に受けないといけないんですよね。で猫魂読みでテテフを投げました。私はそしたらお相手のミミロップはメガミミロップでしたね。このポケモンってどうなんですか、シングル多いんですかね。ダブルでは結構見るし、あの普通に強いんですよね。でここでお先にどうぞ打ってるんですけど、なんかなんでこれ決まらなかったんですかね。先にどうぞ、レヒレより早いポケモンがいなかったから決まらなかったっていうことなんですかね。でうちのテテフですね、脱出ボタンを持たせているので、まあ、フィールドを長くですね受け継ぐために脱出ボタンになっています。でヒードラがとりあえずラスターカノン打って、フォーマンダーメガ進化で一応ミミロップに医学を入れるっていう理由でもボーマンド出したんですけど、でヒートランが守ります。でここでミミロップのお先にどうぞが決まって、もうムーンホース打たれるっていうもうぐちゃぐちゃだよブレイクお一人さんのパーティーね、ギミックがすごいんですよね。ギミックすごくないですか。そしたらここは普通にね攻撃してくるっていう、まあ、確かにS が S があんまり速くない、からそうか、ムーンフォースしか打てないからヒードラの突破は難しいのか。でここで火傷を引いてくれるんですよね、ムーンで、レイボーン、レイボーンは誰だったっけ、あ、そうそう、レイボーンはそう、ガラガラね。ただ、トリル張ってないからって油断してたらお先にどうぞが飛んできて、まあ、シャドーボーン打たれるという。で、テテフちゃんが落とされます。はい、テテフちゃんお疲れ様。で、ヒードランがガラガラ方向に大地の力を打って、だいぶ削ってくれましたね。でまあ、ミミロップはもうやけどしてるので、もうちょっととりあえずは放置してるような状態ですね。ここでミミロップを相手が下げて、前川
前川はミニキュウですね。ミニキュウを登場させて、ここのねガラガラの守る、正直守られるかなってちょっと思ってはいたんですけど、早くガラガラを突破したくて、確か大地をガラガラに打ってるはず、でここでミミキュが海服凍ってくれたのでもう状態上ほんと追加効果ばっかり引いて本当に申し訳ないなと思いながらも、ここでミミロップが出てくるんですけども、まあ、レートビームでとりあえず処理しに行きました。ガラガラへの有効打がないっていうのもあったんですね。ただ交代みじゃないです。全然ミミロップに交代するだろうなと思って打ったわけではないです。全然、はい、ではここで運よく凍って動かないので、最後ですね、ガラガラとミミッキー、ペロチェの冷凍ビームでミミッキーをとりあえず落として、あとはヒードランが大地の力でガラガラを落として、まあ、2回戦目は私の勝利となりました。まあ追加効果のやけどと氷引いてるんです、相当運勝ちです。はい、対戦ありがとうございました。では最後3戦目ですね、対戦見ていきましょう。ひとりさん対戦よろしくお願いいたします。すごい緊張した、この投げ方ね、わからない。もう私はもうギミック、相手のギミックが多すぎて、もうどうしようっていう感じでパニックになってたはずなので、この時どうやったら突破できるのかなとか思ってたりしたら、もうまたこの2匹が出てきて、ああもう待って、もう絶望じゃんと思いながらとりあえずテテフを大事にしたかったので、大爆発効果今一つで受けれるヒードランに変えました。そしたらこのヒードランがトンボ返りで帰っていくという、読まれたと思いながらそっかと思ったら、カプテテフが後ろから出てきてミストフィールドに変えますね。でここでバチルの外役戦法メロメロが炸裂します。でこれでですね、ミミッキューが一旦ほど動けないですね。バチル可愛いんで、やっぱりで、お相手が確か結構オスが多かったんですよねみんなオスだわみんなメロメロが刺さるので、そこでももうね、運なんですよね完全に。ヒドラはとりあえず守る、このヒドラさっきから守るしか打ってないな。でパチルはメガネの攻撃タイム、メガネムーフを耐えて光の壁を張っていきます。パチルって両壁覚えてくれたらいいのに、光の壁しか覚えないんですよね後ろ抵抗もあるから光の壁正直いらないんですけど、どんだけ特殊方面に強くなるのみたいな。でお相手はムーンホースで押していきます。ただ壁込みなので全然入らないですね。でランドがラスターカノンをこれヒレに打ちます。1回戦目でからランドの持ち物は皆さん分かってるとは思うんですけど、こだわりスカーフですね。初手大爆発をするためにスカーフの、スカーフ大爆発ができるようにか。で、再決めをレヒルに打って、だね、ギリギリ耐えられるんですよね。で、この返しのムーンフォースが相当刺さるかなと思ったら、よく考えたらね、そういえば、光の壁があったんだと思って。では特殊が下がったんですけど、脱出ボタンなので脱出ボタンでボーマンだとチェンジです。よく考えるところでもあれですよね、ボーマンだ全然刺さってないじゃん。特殊マンだならまだ刺さってたけど、刺さってはないかな、まだ戦えたかもしれないけど、物理マンだはちょっとこのお一人さんのパーティーには刺さってなさすぎますね。
もうあれかな、消去法の性質だったんですかね。マンダオをメガ進化させて、まあ、お相手はスカーフなんで先手で岩雪で打てると。でこの急所がまた痛いんですよね。で捨て身タックルをガラガラに打ちますが、まあ入らないですね。硬いですね。とりあえずガラガラの処理を先にしました。これでちょっとヒートラン落とされてもねっていう感じだったので、で後ろから化けの皮が残ったままのミミッキュが出てきます。またヒートラン守ると。まあ、この雪崩がボーマンダに当たってボーマンダは落ちます。急所じゃなくてもまあどうなんだろう、さっき急所引いて、でも捨て身の反動があるんでおそらく耐えないでしょうね。ひるみもあるし、ランドロスの岩雪崩非常に強力ですね。スカンフ岩雪崩自体がずるいですよね。あんな上から岩雪崩 30% で引きまくるときめちゃくちゃ引きますからね。何回動かないのみたいな。なのに自分が使ったときは全然相手なんかひるまないし、なんなんと思っていつも思うんですけど、ここからランドロスのひるみゲーが始まりますね。でも全然ひるまないですねこの子たち。偉いですね。手風の再起で、まあ、ランドが一撃で落ちればまだ勝機はあったんですけど、ここにランドロスに合わせちゃったら、合わせてたのかな、ただひるんでちょっと動けなくて、もうランド様様かよと思いながら。すごいいい耐久ですよね。で、相手のランドさえ倒してしまえば、もう、ミミッキュに有効だがな、ミミッキュからこっちのヒドラに有効だがなかったんで、惜しかったですね。はい。お一人さん対戦ありがとうございました。はい。ではお一人さんとの対戦、後語りの方に入っていきたいと思います。お一人さん、今回は本当に対戦ありがとうございました。結果は2対1でお一人さんの勝利となりました。パチパチパチ、おめでとうございます。はい。ミミッキューランドロスの大爆発が読めなかったっていうのと、メガミミロップのお先にどうぞも全く読めませんでした。もう私の単純に勉強不足と、あとはもうヒードラ守りすぎね。守るの乱用しすぎです。あれ、レヒレの濁流に怯えすぎなのと、まあ、3戦目に関しては大爆発を警戒しすぎたっていうところが、範囲ですかね。まあ、お相手のギミックは本当に素晴らしかったなっていう一言で収まりますね。はい。本当に、レートの高さは伊達じゃないですね。はい、さすがでございます。お一人さん、また対戦していただけると本当に嬉しいです。今回の対戦本当に勉強になりました。ありがとうございました。次回のお相手なんですけども、ゆうさんという方です。ルールはまた今回と同じダブルバトルとなりますので、また次回もお会いしましょう。バイバイ。